まあ、友達とかにも驚かれるんですけれども、携帯とかの暗証番号も同じなんですよ。ちなみに僕の誕生日です。思いやりの心を持って渡辺誠一さん、大塚寧々さん、ご受賞おめでとうございます。こんな素晴らしい素敵な賞をいただけるなんてと思ってもいなかったので、嬉しいですし、表彰状いただいた時に本当になんかちょっとグッとくるものがありまして、ここまでこう、まあ、2人でこう歩んできて本当に良かったなと、はい、改めて思いました。はい、本当に素敵な賞をいただきましてありがとうございます。気がつきましたら、もう21年ぐらいね経ってまして、あっという間のような感じなんですけれども、こんな素敵な、ちょうど21年にこんな素敵な賞をいただいてとても嬉しいです。あっという間といえばあっという間でした。なんかそうですね、もちろん夫なんですけれども、なんか夫でもあり友達でもあり、時には親のようでもあり子供のようでもあり、そんな20年でした。はい、時々はうるさい小次郎さんのようでもあり、はい、はい、暗証番号大丈夫ですか？本当ですよね。大丈夫です。変えなきゃダメなんじゃないの？変えてみる。でも私ですよね。結婚記念日でもあるんですよね。そうなんです、そうなんです、そうなんです。選択は本当に私がすごくロケで長期でいない時とかしてくれてるんですけれども、干す時にちゃんと伸ばしてないので洗濯物がポンなってます。こんな感じです。はい、伸ばしていただけたらなと思いますが、結構ずっと喋ってます。ずっと喋ってます。先ほどのヒューさんのご夫婦と同じで、3時間とか別に5時間とか、ずっと、はい、ずっと喋ってます。夜何もなかったら夜夕方から飲み始めて、はい、そこからやっぱり3、5時間ぐらい、もう何でも仕事のことも同業なんで話しますし、家のこととか子供のこととか、まあ、それ世の中今起こってることとか、はい、何でも話します。ガーデニングもやってるんで、ガーデニングのことなんですよ。もう本当にちょっとさっきもお話ししたんですけれども、夫でもあり友達でもあり、親のようでもあり時には子供のようでもあり、なんか結構私たちは仕事以外にもその過ごしてる時間が、一緒に過ごしてる時間が長いんですよね、うん、なんか兄弟みたいだったり、なんかそういうところなのかなと思います。美学といいますか、その仕事もそうだし家に対してもそうだし、そういった姿勢がすごく美しいなと、はい、思うので、でもなんか例えばそのすごく年を重ねていって、なんか孫とかもできたりとか、おじいちゃんおばあちゃんになっても楽しく、とにかく笑って過ごす、小さなことでも笑って過ごせたらいいなとは思います。お年を重ねたご夫婦が手をつないで歩いてたりとか、一緒に食事してたりとか、そういうのを見ると、あ、本当にいいなって二人の時間を積み重ねてきたんだなって、はい、思うので、そういうのが、はい、憧れます。はい、本当にこんな賞を受賞させていただくなんて思ってもいなかったので嬉しいですし、これからも本当に一日一日大切に、まあ、さっきも言ってましたけど、本当にここからやっぱ健康とかいろんなことがやっぱ大切になってくると思うので、さらに、はい、一日一日大切に過ごせたらなと思います。そうですね、本当にこんな素敵な賞をいただけたこと
はすごく本当に嬉しいですし、なんかあの嬉しいハプニングで、これからもなんかあの年を重ねていってもなんかそういう楽しかったりとか嬉しかったりするハプニングがあのたくさんあればいいなと思います。あとは本当にあのとにかく健康で元気で、笑って、はい、過ごしたいと思います。